曲目、しょうがないというね歌で始まりましたけど、まあ、これはしょうがないという歌ではなくて小室仁志というね昔六文銭というグループの人の作った歌でね、雨が空から降ればという大好きな曲ですけどね、冒頭にこの曲を持ってきたというところにね今日の意味があるということで、